前は向く片道はこれ四条大橋ですね。四条大橋京都の来ております。これ四条大橋ですね。ちょっとこっち行きまして、失礼して、七条大橋、有名なですね、七条大橋、こんな感じですね。こんな感じですけども、こんな感じの七条大橋、有名ですけど七条大橋と書いてありますね、皆さんね。ここからですね、私のですね、思い出の地、これ七条大橋ですね、皆さん。で七条大橋と書いてありますね、皆さん。七条大橋でバーンとですね、書いてありますけども、ここにこんな感じで四条大橋のなんかいろいろ書いてあります。なんかいろいろ書いてありますね。なんか札みたいのが。こっちまっすぐ行くと四条大橋ですから、向かいましょう。よいしょ。まっすぐ行くと9分って書いてありますね。まあ行きますか。私のね、思い出の地なんですよ。33元堂わかります、皆さん。33元堂っていうのがですね、なんか仏像みたいのがですね、大量にあるところなんですよ。そこ私ですね、中学の時ですね、修学旅行で来たんですよ。京都奈良の旅行でですね、金閣寺とか行ったんですけど、それ33元堂懐かしいな、マジで懐かしいですよ。懐かしいの戦場ですね。まっすぐ行って33元堂に向かっております。まあ、あの時はね、修学旅行なのでバスでですね移動しましたから、電車とかで来なかったんですけど、今日はね、京阪線でちょっと来ましたけども、33元堂にちょっと向かっております。歩く、肉、豚まんって書いてあるんですね。ちょっとね、なんか飯をいっぱい大量に食っちゃったんで、今日あそこのあのビジネスホテルでまだお腹空いてないですよね。あと水も結構飲んじゃったんでね、さっきマックで休憩したんで、マクドナルドでね休憩しましたんでね、ちょっともうちょいまっすぐ行きますか。33元堂ですね。歩いて9分のところに33元堂あります。まあ私ね、来たかったんですよね、中学校のね、思い出の地ですよ。修学旅行でね、来たんですよ。バカみたいな話をしましたからね、当時。アホみたいな話をしましたよ。たわいもない話を。頭悪いすぎの話をしてましたね。まあ、ちょっとね、そこから、年齢的に上積みされてきました。当時が多分15歳とか、どんぐらいだろう、そんぐらいでしたのかな、来たんで、だからもうかれこれ相当古いというか、相当のもうあれですよ、もう時が経ってますよ。33元堂どっちだこれ。あれ、まっすぐか。ちょっと渡りきれなかったですね。ちょっと渡りきれずに終了ティングですね。じゃったーん。33元堂って書いてありますね。一旦切りますか。ここがあれだけど、まあ普通の徒歩の人はですね、もっと先ですね、もっと先行きましょう。33元堂、ここからはいけないので
そこまっすぐ行ったところを右曲がります。バスですね。懐かしいな。懐かしいってか覚えてねえな全然。なんだウグイス、ウグイス廊下って言われてたんだっけな確か。なんだっけな、ウグイス廊下っていうか33元堂前なんかね、忘れちゃいましたね。 JR、京都駅八丈口行きって書いてありますね。なんかあっちには京都国立美術館、国立博物館ですね、激渋なやつがありますけども、そこを右ですね。そこ右曲がります。マジ疲れるなこれ。33元堂右です。右行きまーす、右行きまーす。おーね、ててこんな感じですね。ちょっとじゃあここからもう、はい、写真撮れないみたいなので一旦切ります。